こんにちは、のり太郎です。今回は前回に引き続きコイン投資とはという動画の後編になります。前回はこの4項目のうちの1番コインを買うについてお話をしました。今回は2番から4番のコインを保持する、コインを売る、コイン投資のメリット、デメリットについてお話をしたいと思います。前回の動画をご覧になっていない方はこれを見た後でもいいので一度見ていただければと思います。それでは早速本題に入りましょう。2番のコインを保持するという項目ですが、意外と軽視されがちなのがこの保持するという部分です。実はこの保持することで値段はどんどん上がります。前回の動画でお見せしましたヘリテージオークションのモハール金貨の価格表をもう一度見てみましょう。こちらを見ると、11年間のところを書いてあるんですが、どんどん上がっていくのがわかるかと思います。コインにはそれぞれ発行枚数があり、そのコインは紛失や盗難等によって減ることはあっても絶対に増えません。この表を見ると、例えば2018年から19年の値段の変化を見ますと、 MS61 のグレードで金額が上がっていないことがわかります。あと MS65 に関しては逆に下がっています。このようにアンティークコインの場合は短期的な保持では値上がりがあまり期待できないことがわかると思います。そして5年から10年保持することによって、グレードが低いものに関してもほぼ確実に値上がりしていくということがわかるかと思います。そして最高グレード、この MS64 というのが流通貨幣の部分の最高グレードになるんですが、こちらは10年で3220ドルから1万8000ドル、5590% ほど上昇しました。これは年率の換算でも 508% ぐらいの上昇率なので、年率換算は打算ですが、最高鑑定のものはほとんど出回らないので、出た時にすぐ高値がつきます。なので、高値のもの、もともと高い最高鑑定のものっていうのは高くてもそれだけの価値がありますので、最高鑑定のものを買って寝かす。で、できれば10年ぐらい寝かすと高値が期待できるということが分かったかと思います。次にモダンコインについてなんですが、モダンコインの場合は発売から1年程度で値上がりが期待できることもあります。例えばですが、2019年に発売されたウナとライオンというコインの復刻版の金貨や銀貨ですが、この金貨は販売価格が2オンス金貨で60万円でしたが、今約1年間で800万円くらいになっています。もっと値上がってるという話もあります。で、800万円として1390%の上昇、つまり1年で13倍です。また2オンスの銀貨について販売価格がだいたい2万5000円ほどだったものが135万円ぐらいになりまして、こちらは 5472% ということで、だいたい54倍1年で上がりました。ただし2オンスの銀貨は直近のヘリテージオークション2021年1月のもので85万円で落札されていたので、初年度の人気が若干過熱気味だったのかもしれませんが、こちらはオリジナルの金貨についても大変人気なので、これ以下には下がらないとは思いますが、購入金額が、あくまでも2万5000円なので、買うものさえ間違いなければ、これは絶対失敗しない投資だということはお分かりいただけたかと思います。あと保管場所についてですが、どうやって保管するかというところですが、ここは秘密のことが多いと思いますので、各個人で秘密に保管するか、どうしても心配な場合は、貸金庫などに保管するしかないのですが、貸金庫とかでないならば保管費用、メンテナンス費用っていうのは一切かかりません。また保有することによる税金っていうのもかからないというメリットもあります。車などの高級車の場合は
車両税、あと駐車場などの費用などは最低限かかりますし、まあ、土地なんかであれば固定資産税がかかりますし、放置していれば、草も伸びてくるようなこともあるので、草刈りとかメンテナンスの費用も必要になるかもしれません。で、コインにかかる税金っていうのは基本的に購入の時の消費税と売却の時に利益にかかる所得税のみです。それと、まあ、贈与する際には、まあ、贈与税がかかるかもしれませんが、年間110万円以下であれば非課税となりますので、モダンコインなどは2オンス金貨でも70万円ぐらいなので、贈与にも適しているかと思います。ということで、今回の章をまとめると、アンティークコインは5年から10年保持すると、グレードが低いものに関してもほぼ確実に値段が上がっていくということは分かってもらえたかと思います。そして、最高グレードの MS64 のものは、年率換算で毎年5倍ぐらいの値上がりが期待できるわけです。ただし保持する際には、まあ、盗難、紛失などの恐れがどうしてもあるので、保管場所には注意する必要があるかと思います。ということで次は、3番目のコインを売るの章になります。コインを売るに関しては、なかなかこれが良いというのが、今のところないんですが、私の独断と偏見で見た場合ですが、まあ、結論から言いますと、素人が売る場合には委託販売というのが良いのではないかと思います。委託販売というのは個人が手数料を払って売却を委託してホームページに掲載してもらって売る方法です。こちらは具体的には今のところドリームコインさんが良いのではないかと思っています。で、このチャンネルをご覧の方はすでにご存知の方も多いのではないかと思いますが、ドリームコインさんはアンティークコインの第一人者の、歴史作家の梶正和さん、梶兄さんって呼ばれてますけど、が YouTube でご紹介されておりますし、最近社員さんも増やされてるみたいなので、私ごときの紹介でパンクすることもないかなと思いますのでご紹介させていただきました。で、手数料で比較してみますと、メルカリなどで売ると手数料がだいたい 10%、ヤフーオークションでは通常会員が 10% で、プレミア会員で 8.8% と、まあ、だいたい 10% の手数料が必要となります。また日本の大手オークションでは手数料が 10% かかります。こちらはお得意様になると 5% ぐらいになるみたいですが、そこに到達するまではやはり 10% の手数料がかかります。ということで手数料は軒並み 10% かかる中で、ドリームコインさんでは手数料が 5% と安いことに加えて、コインを自分で売り込む必要もなく、ドリームコインさんが、非常に分かりやすい解説を加えて売ってもくれます。手軽でお得ということで、現在はドリームコインさんがなかなか良いということで頭一つ出ているかなと思います。で、株式などの投資をされている方にとっては、この 5% という差はどれほど大きいかがお分かりいただけるかと思います。ただし、今非常に忙しいということで、依頼してから数ヶ月待ち時間があるので、売るまでに時間がかかるというのが、まあ、一つ難点になります。また、ヘリテージオークションでオークションに出すというのが、まあ、一番フェアな、方法になるかと思いますが、オークションの場合は人気のないコインっていうのはなかなかシビアな額で落札されるので、まあ、結構厳しいというのが現状です。で、またモダンコインはほとんどヘリテージオークションで出てませんので、モダンコインを売るにはあまり適していないかなと思います。ということでヘリテージオークションで売る場合は、まあ、5年以上長期保有しているアンティークコインに限られてくるかなと思います。またヘリテージオークションなどで、まあ、買い取りもしてもらえるようですが、当たり前ですが価格表を見る限りだいぶ市場価格よりも割安になっているため、まあ、遺産相続などで引き取ってもらうような時に使う感じかなと思います。なので出口戦略としてはあまり良くないと思います。で、日本のコインショップですね、いろいろディーラーさんなどに売る場合も、当たり前ですが相場価格よりは高く買い取ってはくれません。それよりも一番良くないのは、
古物商とかですね、質屋のようなあまり専門的な知識がないところに、売りに出すことです。それこそ、地金価格か、まあ、それ以下で買い叩かれてしまいますので、まあ、遺産相続の時などはまさにこれになってしまうパターンが多いかと思います。なのでコインを保管する場所に売り方などを書いたメモ書きなどを一緒に入れておくと、もしもの時に財産を投げ売りされてしまうことがなくなるかと思います。ということで、私の独断と偏見で見た出口戦略のまとめですが、今の時点で良いと思われるのは委託販売が頭一つ秀でてるかと思います。次いでメルカリ、ヤフオク、また日本のコインオークション、ヘリテージオークションなどで、このあたりはどこが一番高く売れるかを考えて選択されるのが良いかと思います。その次にコインショップなどで買い取ってもらう方法で、最悪なのが古物商とか質屋などの専門的な知識がないところでの買い取りという順番になるかと思います。なのでこの、古物商、質屋だけは避けていった方がいいのかなというところになります。続いて4番目のコイン投資のメリットデメリットになります。メリットデメリットいっぱいあるんですけど、私がこう思いつく限りの、ことを並べてみました。まずデメリットからお話ししたいと思います。デメリットとしては、傷物、偽物を買ってしまうリスクがあると思います。あとは不人気のコインを買うリスクで、まあそれに連動して売れないリスクというのがあるかと思います。あとは個人で保有している場合は盗まれるリスクも当然あるかと思います。あとは火災、災害で紛失してしまうリスクもあります。これは銀行とかでは、ないリスクかなと思います。で、続いて長期的に寝かす必要があるというのも一つのリスクかなと思います。あとはそれと同じようなところですが、売却に時間がかかってしまうというのも、リスクかと思います。あと株のような配当はありません。あとは購入や売却の方法が確立していないので、なかなか参入しづらいというデメリットがあるかと思います。続いて、メリット、こちらも思いつく限り、挙げてみたいと思いますが、まず、一番メリットがあるかという思うのが、資産防衛をしながらお金を増やせるというところです。まあ、そこのちょっと細かいところのお話をしますと、まずインフレリスクに強い、あとは株債券との、価格変動の相関性が低いと、あとは価格変動リスクっていうのが、まあ、非常に穏やか、まあ、先ほどの10年のアンティークコインの推移を見ても分かるように非常に穏やかであると、変動リスクが少ないというのは非常にメリットかなと思います。あとは法規制リスクが少ない、これは仮想通貨などでは、例えば法律で、まあ、規制されてしまうっていうリスクがどうしてもあるんですが、まあ、そういうリスクは、まあ、金貨の場合は、まあ、ほぼほぼないと言っていいかと思います。あとはハッキングリスクですね、まあ、これは仮想通貨などで、まあ、ハッキングされてすぐ吹っ飛んだと、まあ、そんなリスクもありません。でこれもちょっと大きなメリットですが、マイナンバーの紐付けがないというのも、資産防衛に関して非常に、メリットになってくるんではないかなと、まあ、これからですね、ちょっと世の中が不安定になればなるほど、この辺がないというのは大きなメリットになるかと思います。続いて、好きな国の通貨に直接持ち込んで換金することができるというのもメリットかと思います。あとは放置するだけでお金が増える、まあ、これは非常に株価の変動とかいちいち見るのが苦手な人に関しては買って放置ですから、非常に、メリットかなと思います。あとはメンテナンス維持費不要ということで、まあ、次の、税金や法的手続きが不要というのも一緒なんですけど、買う時の消費税と、まあ、利益分の所得税は、まあ、これ払う必要があるんですけど、まあ、所得税なんかは、まあ、他の資産でも全部一緒ですから、まあ、これだけしかないというのは非常にメリットかなと思います。あとは持ち運びも簡単、まあ、非常に小さいのでポケットに入ると、数億円ぐらいするコインであれば、
もうそれをポケットに持ってどこにでも逃げることができるというのは、まあ、一つのメリットかなと思います。あとは趣味として楽しい、まあ、非常に綺麗ですし、いろんな種類が世界中にありますので非常に趣味として楽しいかなと思います。あとは歴史の勉強になるということで、古代コインですね、特に、古代コインを見てみると、まあ、いつどういう国に、まあ、この国は支配されていたのかとかですね、あとは、かつての、世界史で出てきたような、王様の名前、大王の名前が書かれたコイン、まあ、手にするともう一発で覚えますし、これやっぱりちょっと、若い世代にとって メリットになるんじゃないかな、歴史の勉強になるんじゃないかなと思います。あとは、そのコイン自体は国がなくなっても価値があるということで、特にその先ほどの古代コインなどは、まあ、国自体がないのに、コインの価値は、まあ、むしろ上がっているというようなものいっぱいありますので、まあ、国がたとえなくなってしまったら現金なんかはもう紙くずになってしまうんですけど、金か銀かは価値がなくならないというのが非常にメリットかなと思います。まあ、ずらっと並べましたが、まあ、メリットデメリットはこれぐらいかなと思います。ということで最後に全体をまとめるとこのようになります。まず1番目のコインを買うというところでは、ヘリテージオークションなどで買うか、造幣局などから直接買うと失敗しにくいというお話をさせていただきました。で、2番目のコインを保持するというところでは、保管にはメンテナンス費用もかからないので5年から10年以上保持すると良いこと、あとはモダンコインは1年ぐらいで値段が上がることが期待できるということをお話ししました。で、3番目のコインを売るというところでは、委託販売が頭一つ引いているのが、まあ、今の現状かと思います。で、4番目のコイン投資のメリットデメリットでは、改めてご説明はしませんが、デメリットメリットを理解した上で投資をされると良いかと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。大変励みとなりますので、いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。また今後とも皆様に有益な情報を発信できればと思っておりますので、よろしくお願いします。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。